ルッチェロ・デオダートは、イタリア出身の映画監督である。イタリアの映画監督らしく、ロジャー・デオダート、ロジャー・ロックフェラーという別名を使用しながら、アクションや、ラブロマンスなど、ジャンルを問わずに作品を手掛けているが、食人族、カニバルが代表作。デオダートは、バシリカータ州、ポテンツァで生まれ、幼い頃家族と共に、ローマに移住した。その後、 彼はデンマークに行き、7歳の時にピアノを弾き、小さなオーケストラで演奏をし始めた。しかし、イタリアに戻ると、デオダートは担任の先生から、音楽には向いていないと言われたのを機に対談した。18歳の時、チネチッタが近くにある農場に引っ越して育った。ロベルトロッセリーニの息子と親しくなったデオダートは、セルジオ・コレブッチ監督のもとで演出を学び、続、 荒野の用心棒二条監督として参加した。1960年代後半、彼はテレビコマーシャルのために映画館を出る前にコメディ、ミュージカル、スリラー映画を監督した。1976年、彼はバイオレンスアクション映画バニシングで一躍その名を轟かせた。1977年、ウンベルト・レンチ監督の回帰。 魔境の羅族のヒットに対抗すべくカニバルを監督した。本作は後にレオダートの名を世界に広める食人族の元ネタ。ありがとうございます。